日本営業大学の今をお伝えする SEA ニュース。はい、こんばんは。日本営業大学の、えー、SEA ニュース第二回始まりました。よろしくお願いします。お願いします。えっと私はですね、企画広報部長をやっております丸山ヤ恭子です。よろしくお願いします。では中田さん、えっ、ー、と学長の中田ひとしです。はい、こんばんは中田です。よろしくお願いします。 えー、今日のゲストはですね、第3期から受講、継続受講してくださっている馬バ場バンジさんにいらしていただい <laughs> いらっしゃう来て,てもらいました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。馬バ場バンジです、えー。昨年のシーズンで、えー、プロサッカー選手を引退しました、えー。これからアパレルブランドを立ち上げる予定です。本日はよろしくお願いします。では最初にですね、SEA ニュースということで、今週何があったか。 中田さん、よかったらご報告お願いい。します。はいえー、今週はですね、えー、まずは、えー、僕たちの、えー、公式 YouTube チャンネルがあって「ネクストキャリア t v o r アスリートっていうんですけど、えー、それの、えー、撮影を2回やりましたで今アップされているのはですね、えー、オリンピック銅メダリスト、えー、水泳競泳ですねの立石涼さんの動画が今アップされているところになってます では、私がちょっと画面共有させています。ありがとうございます。ます。あれ。見えていますか。あ,れあこれですね。これですね。はい。そうそう。今ちょうど、あの、立石さんの動画がアップされてるんですけど。やっぱ、立石さんもですね。あの。すごく面白い方で。現役の時から、ずっと自分の将来とか、キャリアっていうのを。考えるのが当たり前っていうふうに思ってて。 現役の間に何かしよう起業しようということでスタート第一歩を切った方ですねですごく面白かったですその次にまたあのこれはまだ未公開なんですけどソフトボールのあ,あの北京オリンピックの金メダリストの三品さん三品真澄さんという方を収録をしましてこの方も素晴らしかったんですねもう女性アスリート特有の考え方であったりとかさまざまなことをお話していただいて そして、えー、先日は、うん、と我々の受講生でもあるんですけども、えー、元 J リーガーで YouTuber、えー、と自分の職業 YouTuber ーーですというふうに名乗っている、えー、那,須大輔那須大輔さんこの3名の方を、えー、この2名の方の収録をしました今ちょうど、ね、画面共有している写真の方が那須大輔さんですけれども、えー、J リーグから、えー、引退後 YouTuber、ね、ーーとして活躍されています。 現役中からも YouTube やってたんですけどね。はい。めちゃくちゃ面白い話をいっぱい聞かせてもらいました。今週の目玉としてはそれですね。はい。それから、えっ、ー、と、今度7月4日になる、えー、イベント、えー、アスリート×地方創生 SDGs っていうですね、オンラインのトークイベントをやるんですけども、そのイベントに関して、えー、ノートの記事を書きました。競技に恩返ししたいっていうアスリートってやっぱ多いんですよね。 引退したら自分がやってきた競技に恩返しがしたい何がしたいかっていうと、えー、指導者になりたいっていうアスリートがやっぱ多いんですねそ,の、えー、そういうアスリートの思いっていうのを、えー、地方創生とか SDGs と絡めてですね、えー、記事に書きましたんでまたよかったらこちらの記事の方も読んでもらえたら嬉しいなというふうに思います中田さんえっ、ー、と YouTube はどんな人に見てほしいのかっていうお話をしてほしいなと思うんですけれどもうんうん YouTube は、はい えっと、今現役で頑張ってるアスリートの方々にはもちろん見てほしいなと思ってますし、えー、昔スポーツをしていて、今社会人として頑張っている会社員の方であったりとか、スポーツが好きな方に、ね、はい、もう皆さんぜひ見てほしいなと思っております。えっと、もうセカンドキャリアを歩まれてる方から現役選手も学ぶことがあるっていうことですかあります。はい。もうセカンドキャリアを歩んでる、まあ、僕なんかも大学で引退して、 普通に会社員になりましたけどそういう会社員の方もですねこの番組から必ず勇気がもらえるんじゃないかなと僕は確信してますし今現役で、えー、スポーツに落ち込んでいるアスリートの方にはぜひ、えー、いろんなヒントが満載なんで見てほしいなというふうに思いますはいありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします第四期がだいぶですね授業が終わり始めました馬場さんなんか撮ってるやつ、うん は今回何をっっっってててらししゃってなんかもううそそそろそろ終わってきましたよねねですねプレゼンテーションスキルは先週終わって、うん、で社会人 IT のパソコンの授業は来週で終わりで,<う>で僕はあとあの後期に2つ残ってるので、まあ、まだ始まってない、うん、新たにスタートは後期が2つあるって感じです。前期ほとんど終わりだしてると思います。うん あ、なんかなんかあれですね。前期後期って言うと大学っぽいですね。<laughs> 確かに。三 <laughs> ヶ月間のなんね前期後期もね。そうなんですけど。三ヶ月の中ですごい短いんですけど、なんか今<ー>高生から前期後期って話を聞くとなんか大学っぽいなってちょっと思いました。あ、でも今日あのある大学の先生から取材をもらって、はい。ゼミ生がセカンドキャリアの研究してるから取材させてほしいって言われて、はい。取材さんですね。受けたんですね。はい。であの 時間割を科目の,あのカリキュラムを見せながら説明したわけですよ。はい、その4年生の学生が、うちの大学より大学っぽいって言って、<laughs> <laughs> 先生ちょっと困るみたいな <laughs> <laughs> ことが起こりましたね、今日なるほど。おもろかったです。すごいっすね、これ。こんなになって食いついてきて。食いついてた講義って何がありましたか、学生。お金。 大学とかではなかなかお金のことない。ないなぁ、確かに。そうっすよね。これね、食いついたの、食いついたのが、あの、三代目、ボンボン社長の、あ<ー>おンちゃんとってるやつ。<ー>僕の大ファンの。まさかの2期連続で撮るという、僕は先生を困らすんじゃないかと思ってるんですけどね、<laughs> 逆に。大丈夫です。あの方は引き出しいっぱい持ってるんで。 なるほど、ババさんなんかこう受けてきてみて、三期と四期継続してはい、縛れてると思うんですけど、はい、なんかこう継続してみて感じてることって何かありますか？ご自身の変化とか、うん、まあ個人的な主観だし意見ですけど、はい、まあ自分自身がこのサイクルに慣れたっていうのも含めて、四期の方が ななんとなく余裕を持って楽しめてる感じはあるのと、うん、まあ,あとやっぱ3期はイメージで受講する科目を取って4期は本当にこれが必要だなと思って取ったのが多かったので、うんうん、よりなんかあこれ必要だなっていうのを実感してるし、うん、なんかもちろん3期も充実はしてたんですけどよりなんか4期の方が。 深い意味で充実できている感じはありますなるほどあ、うん、そうですよねブランドを立ち上げるっていうこ,こう語ってた時とリアルに動き出してるからこそ必要なことがこう変化してるっていう感じですかね、うん、そうですねあこれ使え使えるわ使えるはでこれ必要だなっていうのをまあ三期でももちろん必要なものを学ばせていただいたんですけど、はい、より 4期で3期学べなくてもっと必要だなっていうのを選んで、まあ、実際なんか生きてるのはもうすごい感じてますそれがあでもねあの継続受講してる人みんなそう言いますね、うん、あの3期より4期の方が面白いとか2期より3期の方が面白いとか、うん、やっぱね続けていくことによって自分の余裕も出てくるし、うん、学び方も分かってくるんですよね、うん、だからみんなねあのゆっくりでもいいからもう学びを止めるなと。 ちょっとまさに正解でしたね。うん。正解でした。そして環境にも慣れていただいているので、新しいところにポンポンポンっての学びに行くと、またちょっと緊張感入りますけど、重鎮感がどんどん出てくるんでしょうね。また多分、新しく帰って4期の皆さんがすごいいい人ばかりっていうのもあると思います。向上心がすごい高い人が多くて。まだ皆さん、先立てですよね、中田さん。どんな女高生多いと感じてますか今回ですかはい。 あの本当に前向きなやつが多いんですよね。まあ、まあ、前向きな人しか多分学びには来ないと思うんですけど自分の未来に対してワクワクしてるというか自分の未来に対してあのちゃんと真剣に向き合ってる人ですね人任せにしてない人が多い。種目はいろいろあるじゃないですかカンフーの日本代表がいたりとか、うん、シルク・ドセソレイユのアメリカから参加してくれてる方がいたりとか、ね、スポーツの種目はサッカー野球だけじゃなくてバラバラなんですけど。 志の部分でなんか見てる人が多いのかなっていうのがすごく印象でありますね。うん、だからあの受講生ミーティングあんな盛り上がるんやと思う。<laughs> そうですね。第2回がリクエストされましたもんね。2>, そうですね2月の9日でしたっけ、今度やるのは。またやります、受講生ミーティング。ちょっとは面白いこともまたね、テーマを考えてっていうことですよね。うん では、馬場さん、なんかこう、今、ちょっと立ち上げてるクラウドファンディングについても、ちょっとブランドについても、お伺いしていきたいと思うんですけれども。はい、そうですね。はい。では、共有させていただいていいですか。あ、馬場さんから共有することありますか。あ、僕が。クラウドファンディング、<え>私シェアしましょうか。あ、いいですか。はい、もちろんです。あの、日本営業大学のツイッターにですね、馬場さんの先ほどツイートしてますので、うん そこから追っていいただければと思います馬場ンジさんがすごい、はい、立ち上げたのがこの元 J リーガーの新しい挑戦、はい、新ブランドマインドプラスで陽気な最高な服作りということですけれども、はい、マインドプラスっていうなんかこうブランド面のこだわりとかよかったら、ま、あじゃあまずはあれですねなぜアパレルなのかいうところからお伺いしてい 1>, えっとまあ、1月に引退発表をさせていただいて実はその時点で何をやるかって全く決めてなくてすごい何をしようって探してたんですけど実はその中でずっとアパレルやってみたいなっていうのがあってで、まあ、一番のきっかけは今一緒にいる中田さんに相談して好きなことやったらええやん。 っていう感じで、後押ししていただいて。<laughs> そんな無責任な言い方しないよ、俺。いやいや、いやいや、まあまあ、そうなんですけど。<laughs> すごい、すごい似てました。これや,やん、みたいな。なない,いや、もう、やろうって言ってくれたのは、もう、僕の中でも一番大きか、大きくて。で、アパレルっていうのは、自分が今までやって、やってみたかった仕事というか。やってみたかったことであり、好きなことなので。うん、うん、まあ、あの、サッカーもずっと好きなことをやってきて。 で次のチャレンジも好きなことを仕事にして生きていきたいっていうのがアパレルをやるっていう中で一番の理由です好きなことを仕事にこれからもしていくっていうこの中でもやりたいけど一歩踏み出せなかったのとはやっぱり中田から一言言われただけでやっぱ違いますかはいあのー、正直、はい、なんかあの一押しは あの <laughs> なんか本当にやってみたいっていうのは正直現役の時からずっと思っていてまあでもやっぱ聞く話っていやアパレル大変だよとかアパレル厳しいよって話を聞いてああじゃあやっぱ俺じゃ無理なんかなって思ってたのがあのそんなこと思ってんじゃねえよって自分の中で思わせていただいた一押しだったので。 あのー、そこですごい自分自身の心の持ちようも変わりました。え<っ>、うん、そのその変化があったのはなんか中田の60分コンサルみたいなやつですかはいそうですうん。中田さん何かこうその時の印象とか覚えてますか,なんか覚えてますよ。なんか中田さん的に受講生と関わる時その個別コンサルで関わる時に大切、はい していることとか何かありますか？あの最初の一歩踏み出してやっぱり勇気がいるんよね。で、あのアスリートの場合はあの特にイメージとしては大きな石を動かすイメージなんですよ。で、僕がこう押してゴロってちょっと回ったら、あとはゴロン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 って動いていくイメージわかります？早いですよね。アス一緒に一緒に押してくれる人がいるかどうかで、まあ、全然違うんですよね。うん で、なんで難しいと思うのって聞いたら、その一般的なこと言うわけですよ。いやー、アパレルも厳しいしとか,なんか、なかなか難しいと思うって言われるしとか、うん、そんなこと関係ないやん、みたいな。<laughs> <laughs> だって、そのうう人がアパレルやってるわけではないし、うん、俺もそんなこと散々言われてきたし、これまで。営業大学を作った人が俺に言うんの分かるけど、ね、やったことない人が言うんやから、それはもう自分の思いの方が強いよねっていうことで、ねえねえねできるようやってみって。 続きますかねとか最初12月かなとか言ったよね。2021年の12月ってことですかそうそう。分からなすぎてどんぐらいですかねみたいな感じだったんで。で、バボちゃん誕生日ついて7月7日ですって言うから、もうそこにしようっていうで、そこにゴール設定したんですよ。なるほど。日付を設定するとスイッチ入る。覚悟が決まるから。 そうですも確かに日本営業大学のこのネクストキャリアも同じですよね。次のステージへ一歩踏み出すための背中を押してるっていうところで、うん、ここは共通してるんですねそんなに難しいことを僕がやってるわけではないです。と言っておりますがなんか、じゃあこの動き出したマインドプラスについて、思いとかこの髪型についてはらんでいいんか これはもう大丈夫です馬場ンジ画像ってやると結構いろんな髪型されてきたんだなっていうのを私の中ではすごいねいろいろいつかインタビューしてるなと思っているので、はい、こんな感じ最高のアフローが出てくる <laughs>、はい。まあなんかちょっとここはここでつか,みつかめたらなと思ったんですけど、うん、十分つかめるよ、はい、まあなんかでもこれ結構もやっぱ僕知ってる方はこれ知ってるんで。うんそうね まあ、知らない方誰やこいつっていう感じで興味持っていただけたらなせってだったんですけどいまやら今度なんかこれと新しい画像とかのなんかこう変化とかやりたいですね動画っいやでもやっぱ現役時代はこの髪型またやらないんですかってずっと言われ続けたのでその度にもうやりませんっていうあのやり取り何回もしてきたんで。<laughs> こんな自分で使ってながらももう一回忘れてもいいかなと思ってるんですけどね。<laughs> まあいいや。はもうい,いや。はい <laughs> <laughs>、はい、ではこう、実際動き出してみて、なぜこのクラウドファンディングをやってるのかとか、なんかこうやってみて、このブランドを買ってほしい人とか、はい、プレゼンテーションでね、ちょっと私は聞かせていただいたんですけれども、はい、ここら辺のお話ししていただけたらなと思います。そうですね。あの クラウドファンディングをやらせていただいたきっかけというかやってみようと思ったのは単純に本当になかったさんとお話しててる時にこういうのもあるよっていう、うん、教えていただいてあのが番です。これも馬場さんの一つのチャレンジですねはいなんかそれこそここまでこの ページを作るまで自分でまあいろいろ試行錯誤したりっていう、まあ、これは結果論なんですけど、自分でどうやって見せてとか、どうやって作り上げていくかっていうのも、このクラウドファンディングで学べましたし、まあでも、やっぱりこうやって知らないこととか、興味あることをまずやってみるっていうのは、あの引退してから、一歩、新しい一歩が出やすくなった。 とところだ思ってるのでクラウドファンディングは本当チャレンジの意味であのやらさせていただいてあの実際これ足りなかったなとかここもっとこうすればよかったなっていうの自分の中でたくさんあって準備不足な部分もたくさんあるのでそれも含めてすごいいいチャレンジだったと思いますチャレンジをさせていただいていると思ってます今回も4期 3期に向けてやったときに馬場さんと斎、うん、藤流星さん、前回のゲストですね、斎藤流星さんと,、うん、えと青森の佐久本君、久保田君が挑戦したっていう感じですかね。第4期はえー、と今度いつ講義やるんでしたっけまだ日程決まってないと7月の中旬ぐらい予定してますね。そうですよね7 7月の中旬ぐらいに やることになってて毎期、多分こうやってクラウドファンディングのやり方はお伝えして、うん、あの挑戦したい人の支援を続けていくっていうところは変わらないところですね。そうですね一番最初さ、これ作って、公開って押すときめっちゃ手震えへんかった。いやめっちゃ緊張しました。わかるわかる。一番最初緊張するよね。戻せないんですよね。一、うん、回すると向こうに承認された後に修正とかになるんで、うんうん、1>, 1分後とかに、あこれこうしたらいいみたいなのが。 戻せたりしないんで、うん、なんかやっぱ。このい、ワンクリックすごい緊張しましたね。わかる。行けーってなるよね。はい,はい。はい。そう、その一回そこを。踏み越えると、も、ま、うあとは楽勝やから。はい、そうですね。できから。うん。マインドプラスのホームページとかも今準備中ですか。はい、えー、っと。準備中で。明日撮影があったりとか。うんうん、まあ、ちょっと詰め詰めではあるんですけど。 あの七月七日のオープンに向けては、うん、あの間違いなくいいものが作れるんじゃないかなと思って今準備してます。あれですよね。あの秘密でなければ明日の撮影には受講生つながりの方々がいらっしゃるんですよね。病気ので最高なモデルが二名多いですよ。ね、あの僕この撮影にあたって撮影してくださるチームがあるんですけど、はい、この この人とこの人にお願いしましたって言ったら、めちゃかっこいいって言ってました。うん。おう、坊主の方。坊主と。あの、そう、あ、まあ、津波さん、あ、言っちゃった。まあ、近藤さんと津波さん。<laughs> そう。そう,ね、そう、すごい雰囲気のある。うん。人で、めっちゃ絶賛してました。うん。うん。うん。まあ、陽気なんで。うん。太鼓じゃなくても、陽気なんでいいかなて。<laughs> そうですね。テーマにね。はい、あの。 にありますもんね、馬場さんのところで。よ、はい、陽,陽気で最高な服作りっていうことですよね。はい、陽気で最高な坊主と陽気で最高な南米と。はい。いや、<laughs> ね、いい感じなチョイスできたなと僕は思ってるんですけど。うんうん、最高最高。<laughs> このマインドプラスのこのブランドについてのおつと、はい なんかもうこんな人いっぱい来てみてよみたいな,なんか,かっこいいおじさんを作るっていう話ですよねかっこいいおじさんじゃないか、まああの。実はプレゼンテーションスキルがこれからのブランドコンセプトズバリではないんですけど作る、まあ、にあたってマインドプラスって、まあ、僕がずっと現役時代思いと熱量っていう言葉をすごい大事にしてきていてやっぱりなんか。 何をするにも思いがないといろんなものって達成できないなと思ってたのでなんかそういう自分の大切にしている皆さんの思いにこの僕の「マインドプラス」っていうブランドのを通して何かをプラスできたらいいなと思って「マインドとプラス」っていうのをくっつけたんですけどでなんかまあ, <laughs> あのプレゼンテーションスキルっていう受講あの講義でもプレゼンしたんですけど やっぱり僕よりちょっと上の世代の方とか、まあ、僕も含めてなんですけどやっぱりいろんなことに家族とかいろんなことに追われすぎて自分自身を捨てかけてるような人たちには必ず一回ホームページを見ていただいています <laughs> 中田さんは大丈夫です大丈夫はい捨ててないんで捨て,てないよ捨いに見るよはい、はい、でもまあ本当 同世代とか同世代より上の方にあのもう一回服を好きになっていただいたりとか若い時のなんか気持ちみたいのをあの思い出させていただいてでなおかつやっぱこの時代なんで気軽にとか手軽にとかあの使いやすいっていうのはあのワードとして入れ,入れておきたい部分もあるので、うん、あの服作り に関してははこだわりは自分では持ちたいけどやっぱり皆さんが身近に感じてくれるような服作りだったりなんか家族みんなで楽しめる休日に一緒に持っていけるようなアイテム作りなんかをしていきたいなと思ってるのでなんか自分のブランドを知って使ったり着ていくことでなんか。 前向きになってくれる人が増えてくれたり家族の幸せのなんか手助けみたいなのができたら、うん、すごい嬉しいなと思ってますね。いやーいいですね。またあれですね。あとはやっぱ <laughs> 一つだけこれがちょっと後々発信なんですけど、はい、やっぱいろんなことを学んでいく上で。 あの日本の伝統のなんかものだったり、うん、工場の方と一緒に何かをしていきたいっていうのがすごい芽生えてきて、うん、でまあ実際に今2つぐらい自分で勝手に連絡してアボドってお話聞かせに行かせていただいたりしてるんですけど、うん、やっぱそういう日本のそうう今までの服とかいろんなこ工場だったり っていうのがやっぱ元気なくなってるっていう現状の話を聞いて、うん、まあそういう人たちと一緒に何か仕事っていうか服作ったりなんか企画して僕自身がそういう何か今まで大事にしてきた熱量みたいのをどんどん出せて、うんうん、まあどうにかそういう皆さんが元気になれるきっかけ作りにもなりたいなと思ってます。すすごい素敵ですね 中田さん、うん、アスリートかける×今度は服×日本文化みたいになるんですかね。うん、アスリート×伝統工芸伝統っていうすごくいいと思うんですよねマッチするし、うん、ちょうどねあの関西やから京都にもいろんなものがあるしねそうですね、うん、京都にも行かしていただいてテナッセンっていう染め工場に行かしていただいて、うんうん、もう絶対そこの方とは一緒にお仕事したいしたいですってもう そ時に言って実際一緒にやろうって言っていただいたりとか大阪なので今僕が活動してるのはいろんなこと見ていくと戦乱というか大阪の南の方になかなか苦しんでたニットの会社があって3代目の社長が立て直してみたいなストーリーを聞いてちょっとお話聞きに行きたいって言って行かせていただいて。 まあちょっとその人とどうにか僕も何かしたいなって思ったりとかうん、うん、やっぱ知れば知るほどいろんなものがあって知らないだけでうん、うん、それこそなんか中田さんが関与してる東香川でもはい、はい、刺繍がすごい有名だったりとかレ、うんうん、ザーのバッグを作ってるとこがあったりとかうん、うん、僕自身も香川にいてすごい好きな町なので勝手にアポ取ってそっちにもお話聞きに行きたいなとか今思ってるんですけどその時は一緒に行きましょう。 はい、ぜひ行きたいです。東川市のわくわく会にもばばちゃん招待するんではいあの昨日かな、うん、あのメールで送っていただいたときに反応したいなーと思ったんですけどそのままになっちゃってたんですけどわくわく会の紹介があってぜひぜひわくわく会じゃ あのこの東香川市っていう今テーマが出てきましたけどじゃあそのタイミングでじゃあ中田さんちょっと日本営業大学と東香川市のつながりがありますものねそうですねこのところのちょっとお話を先に私も画面共有させていただきますはい、はいえー、東香川市の出身の、えー、バレーボールの元全日本の,あの代表監督あのオリンピックを決めた時にですねそうそうそう 大の字になって男泣きした上田達也さんを公演のゲストに迎えてしかもその東川川市の中にですねワクワクかっていう顔を作った株式会社ペライチの創業者会長の山下さん今東川川市の総生総合戦略アドバイザーっていう肩書でいろんなこと市民東川川の市民と僕たちよそ者とですね融合させて面白いムーブメントを作ろうみたいなことをやってる山下さん。それから 今の東かがわ市の市長さん、上村さんと言うんですけど、市長さん3人でですね対談をしてもらったりとか、えー、全日本の上田監督の講演があったりとか、ですねまたその、えー、僕たちの受講生の近藤岳人さんとか、元プロ野球選手の橋本太郎とかさんとか、ですね元競泳の日本代表選手の山口美咲さんとか、この受講生そすアメリカから参加しているシルク・ド・ソレイユの現役パフォーマーの伊藤さん、伊藤航さん。 そして、モデレーターで元秘密省の本川雄二郎さんが僕も含めてパネルディスカッションしたりっていうですね、1日、半日か3時間ぐらいかけてアスリート×地方創生、アスリート ×SDGs は何だろうということをですね、学ぶイベントを7月4日にやります。で、日本医療大学の会員の方とか受講生の方は無料、それ以外の一般の方は3000円頂戴してですね、3時間のイベントをやりますので、ぜひ、 えー、お越しください。まあオンラインなんでね、あのー、お越しくださいじゃないですね、ご視聴くださいですね。はい、そんないうであります。はい、東香川市ババさんいらっしゃったんですね。<laughs> 僕あの東香川には住んでないんですけど、<laughs> はいはい。あの高松市に住んでて、白鳥動物園って東香川にあるんですけど、<laughs> はいはい、うん、もう子供いたんで何回か行きましたし。 んやっぱあそこ動物園でさ今ズーワー、ズーワー系らしいですね。<laughs> でも,、ね、でも本当あそこすごくて <laughs> なんか後ろでキ,キリンがブーンと顔を出すとかそうっすよ。ベンチに椅子あの猿が繋がれてたりと紐で <laughs> そう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 めちゃめちゃ自由自由すぎる動物園なんですよ。<laughs> えなんかそれはなんかこう札幌に札幌っていうか北海道のどこでしたっけ旭川？えー、うん 動物園にすべてを話題を取られただけかもしれないですね。東香川にあるんですね。あそこほど自由な動物園、僕知らないですけどね。<laughs> そうなんですね。こ、はい、ういう、なんか、やっぱり馬場さんにはそこにも入っていただき、うんね、高松香川すごい大事な町なので、うん、何かしたいなと思ってるんですけど。はい、私も実は高校の卒業旅行、香川なんですよ。研究しに行くっていう。 あ,あれはそうか大学か,海外,大学か海外行きまくったのは大学か海外行きまくったのは大学です <laughs> はい <laughs> そうなんですえではなんか日本営業大学はまあアスリートのこう応援をするっていうところで、えー、と学校が作られているわけですけれども馬場、うん、さんズバリ今応援していただきたいことは何ですかはいえー、とまあ残りちょっと少なくなってきましたけど、まあ、今自分がキャンプファイーでクラウドファンディングをしているので えー、皆さん、そこは最後、ラストスパーと一緒に力になってほしいなと思っています。はいえぜひですね、キャンプファイヤーに入っていただき、ババって入れるだけでもう、バケンジって出てくるので、<laughs> あのキャンプファイヤーに入っていただいて、ババって入れていただければ、馬にね、場所の場ですね、入れていただければ、もうババさんのキャン、あのー アカウントに行きますのでそちらに入りますとまあ、でもどういう思い出かとか買う、買わないはまあご自身のご判断でいいんですけれどもあのぜひ、ね、そこに入っていただいて思いとかこんな感じで作ったんだとかそこはもう挑戦なのであのぜひそこに入っていただくとインスタとかねフェイスブックのリンクツイッターのリンクもバ場さんの入ってありますのでそこに入っていただければと思います。はい、はいは で最後にえっ、ー、と中田からはえっ、ー、とやっぱり七月四日のイベントですよね。そうですね。七月四日のあのアスリートかで s. D. G. S. のイベント、えー。すごく面白い時間になると思うんで、ぜひ皆さん聞いてください。あのいろんな方にいろんな学びが絶対にあると思ってます。ぜひよろしくお願いします。はい、そしてえっ、ー、と S. E. a ニュースはですね、また来週っていうことで終わるんですけれども、実は今日、はい、この後ですね。二十二時から。は。はい クラブハウスにて音声だけですけれども、うん、あのそちらでアスリートの肌問題っていうことについてですね <laughs> どんどんあの焼けすぎた方肌綺麗な方えっと日焼け関係ないんじゃないかなっていう競技の方まで。 えっと来ていただきまして、えー、とお話をざくばらんにしていきますので、ぜひ、日本営業大学のですねツイッターの方にリンクを貼っておりますので、そちらに、えー、と日本営業大学とツイッターで調べていただいたり、Facebook のグループの方にですもんですねリンクを貼ってありますので、ぜひそちらからご参加ください。はい、はい、こちら、今日第2回の SA ニュース、こちらで終わりになります。ありがとうございました。 ありがとうございました。